はいこんばんははブレイキンンングダウンが世界一大好きチャンネルです、はい今日はですね本日の27試合目はいアルバート・クラウス選手対西谷大成選手の試合ってことなんですけどいやーすごい試合でしたねはい、まあ、今日はね、まあ、ヨーロッパ連合対ブレイキ,キングダウン軍団の試合ってことではい、まあ、アルバート・クラウス選手はね、まあ、知ってる方多いと思うんですけどはいまあ ちょっとね、待てで。ちなみにウェルタ級スペシャルワンマッチ7 2 5キロ以下ってことなんですけど、はいまあ、日韓連合対欧州連合の第6戦なんと K1 ワールドマックス初代王座のアルバート・クラウス選手がヨーロッパ連合チームとして参戦。<laughs> <laughs> マサト選手とバチバチにやり合ったレジェンド選手の登場にブレインキングダウン運営陣も驚愕していました。対する西谷選手は朝倉未来チャレンジ1期生でライジンデビューも果たした若手プロ選手です。レジェンド相手にどのような戦いを見せるか。はいまあ、K1 ワールドマックス2002年かな、その時の王者で。 なおかつ、マサトさんのライバルであったんですけど、まあ、オランダの選手、まああの格闘家なんですけど、いやしかし、このアルバート・クラウスみたいな偉大な選手がね、まさかブレイキングダウンみたいな地下格闘技団体にね、参戦するとは思わなかったですね。まあ、それに対して、西谷大成選手は朝倉未来選手の、まあ、一番弟子みたいな感じなところなんですけど、 まあ、ライジンにも出たんですけど、その時はね、ちょっと負けてしまったんですけど、まあ、今回の試合に関してはね、まあ、勝敗に関してはちょっとネタバレになるんで言いたくはないんですけど、まあ、やっぱりね、レジェンドはすごいなと思いましたね。まあ、そこに対する若き、まあ、選手の、ね、情熱も素晴らしいと思いました。はいでまあ、試合前はこんな感じで、はいまあ、ポーズを取ったりしてたんですけど、はい、まあ、 まあ正直ね、あのレジェンド相手に西谷選手もね、かなりいいその戦いっぷりを見せていたんで、まあ、自分としてはね、やっぱり西谷選手はね、やっぱり期待の星なんで、まあ、今後もね、まあ、ブレイキングダウンだけではなくてね、ほ、まあ、他の格闘技団体、雷、ま、陣、あ、とかもいいですから、もっと出てあの活躍してほしいなと思いましたね。 でなおかつアルバート・クラウス選手みたいなねレジェンド選手も、まあ、どしどしねこういうブレイキングダウンみたいな地下格闘団体に参加してほしいなと思いましたね。はい